見るところは、まあ、ある意味2箇所のみです。筋肉がつかないということは、食事が合っていない場合、体っていうのはどこかかしらから栄養を取らなきゃいけなくなると。はいはい、飽きてきましたか。はいはいはい、今日もペットの体の授業を始めていこうと思います。今日はですね、まあ、この前体型の話をしたんですが、その時に話し忘れた筋肉のつき方とかね、でこの子をちゃんと栄養吸収されて筋肉ついてるかしらとか、まあ、アジリティをやってる人だとかもチェックをするべきところだと思いますので、それをちょっと話をしようかなと思います。で、犬とか猫とかね、まあ、まあ、主には、犬の筋肉で見ることあるかなと思いますが、はいはい。ひかちゃん逆向こうかしたらね。はい。で、見るところは、まあ、ある意味2箇所のみです。で、どこを見るかっていうと、後ろ足の太ももの部分と、前足の、この腕の部分ね。はい。です。で、後ろの部分は、この太ももの部分ね。で、太ももの部分が、まあ、皮の中に筋肉があるわけですけど、ここがごついかどうか。はい。表現はちょっと幼稚になるかもしれないですけど、ここのね、筋肉を、この、こと細かに名前言ってたり、覚えたりってする必要も全くないんですけど、ないので、ざっくり説明していきますけど、ここをこうやって触った時に、膝がこうあるんですよ。で、膝の上にポコッ、膝がこうあったら、ここの上にこう筋肉がついてるんですよ。で、ここがきちんと触れるかどうか見てほしいんですよね。で、多分飼い主さんは、まあ、こういう風に触るというよりはこういう風に触った方が触りやすい。なぜなら前に動物っていくので、それを抑えることも兼ねてね。で、なので、こういう風に触った時に一番触りやすい筋肉だから。で、膝があって、膝が例えば今ね、ちょっと機械、膝があって、膝の上、こういう風に触った時ね、触った時に、膝があって、こういう風になってた。こういう風に。で、それが、ああ、あるな、と。ああ、なんかここ、なんかここの筋肉だけすごい分かれてあるな、っていうのが、わかりやすくなってる場合、まあ、その子の体の筋肉のつき方は OK ですよ。はい。膝があって、ここの部分ね。ここの部分。まあ、光の場合はこんぐらいの厚さだね。膝があって、こんぐらいが筋肉。ね。はい、で、エトセトラで、プラスアルファで、じゃあ前足もどうかなっていうところを見る。で、前足はどうかなっていうところで、ここが肘ですよね。で、肘の部分から上の部分ね。で、下の部分とかは、どうでもいいわけじゃないけども、触るところとしては上の部分でいいので、で、上の部分の、それも前のところ。で、前のところちょっと骨が触れるんですけど、そこの部分がゴリッとしてるとか、その後ろの部分が、ゴリッとしてるとか。っていうところを見てもらったらいいかなと思います。前足はここに肘あって、ここの筋肉が一番触りやすいかな。ここぐらいね、こんぐらいね。こう、これ。で、これがきちんとがっつりあるかどうか。で、まあ前の方はここら辺なんだけど、ここら辺と、ここら辺ね。はい。で、前にはこれちょっと骨が触れますけど、まあ一番こっちが触りやすいかな。ここ。担当種で、例えばパグだとか、フレブルだとかで、毛がめっちゃ短い子っていうのは、もうムキムキに見えます。筋肉が、分かれているのがね。だけど、こういうようなことが長毛種に関しては分かりづらいですが、基本ここら辺ね、肘の上のところ。まあ、内側の方が触りやすいかな。内側のところ。で、こっちの後ろ足に関しては、この、膝の上のところ。っていうところを触ってもらったらいいかなと思います。で、たくさんたくさん、これね、肥満の動画のところにも話しましたけど、食べて、きちんと運動して、で、している場合、動物って太れないんですよ。で、人間であれば二足歩行なので、なかなかね、こう、運動って、そんなにきつくないんですけど、
動物の場合4足歩行なので4足で動くので結構な運動量なんですよね。で、僕らが4足で運動してみたらわかるんですけど、4足歩行って結構辛いんですよ。で、なので4足で歩行してそれこそずっと動いてるっていう子に関しては結構ガチムチに筋肉がつきます。で、それが筋肉がつかないということは相当栄養不良な状態とか、相当運動が足りてないっていう状態に、状態だと思ってもらったらいいかなと思います。まああんまり落ち込む必要はないんですけど、じゃあどうしたらいいのかなって考えて、もらってね。で、ご飯を、まあ運動をがっつりしなくても、要するに、4足歩行であれば運動量は結構あるわけですよね。で、だからちゃんとした食事が、与えられてるとか、そもそも吸収されてるっていう状態であれば結構筋肉はがっちりつきますんで、だから自分の食事、与えてる食事がこの子に合ってるかどうかの指標にもここはなりますんで、なんだ、見といてもらったらいいかなと思います。で、逆にですね、その食事が合っていない場合、